はい、どうも、こんばんはです。今、19時1分になったところですね。BGB の1479の、トップスクロームのサッカー。はい、こちらのジャンボを使用したグループブレイクです。ワンケースジャンボは8箱入りですね。で、合計のパック数が96。で、ワンスポットにつき、2パックずつ分配します。で、まあ、ストラタランダムって言ってますけど、まあ、階層というか、地層っていう意味なんですけど。はい。それで、まあ、上の、ね、ワンボックスに6地層あるとして、それが2パックずつこうあるわけですから。はい。それの、まあ、いわゆる、一番上のね、2パック1セット。2番目の2パック1セット。で、1から6。まあ、ボックスの番号ですね、左はね。で、右は、地層の番号ですね。なので、1の1っていうのはボックス1の、一番上の2パック。で、2、3、4、5。一番下が6になります。で、合計ね、8箱分ですんで、ちょっとスポット数が多くて、発送もちょっと大変なんですけど、まあ、ね、ボックスランダムだと、まあ、かなりね、ボックスの単価が上がってしまうので、まあ、皆さんはこう、楽しんでもらいたいなと思って。ちょっと発送は時間かかると思いますけどね。まあ、その代わり。はい。ということで、まず1回目とりあえずやってみます。店長も分けながらやるので、ちょっと時間かかると思いますので、その点だけご了承ください。はい。じゃあ、そのね、ストラタの地層の位置を決めてから開封しますので、サイコロ2つ打って足した合計ランダムですいきます。はい。4と5で9ですね。まあ、8スポット集めてね、ボックスでランダムでやっちゃえば早いんですけど、それだとね、やっぱり。はい。じゃあ、リフレッシュ位置をちゃんとして。貼り付けます。はい。で、9回。1、2、3、4、5、6、7、8。次だな。やりすぎちゃうとまずいね。はい。9タイム。最後、ポルカさんですね。トップバッター、コウさん。もう、なんか、クリック、発想のラベル作るのに、クリックしすぎて手が腱鞘炎になりそうな感じ。よいしょ。これ貼り付けもね、戻った。なんかよくわかんないけど。よいしょ。はい。よいしょ。はい。ああ、こっちか。よいしょ。このラベルね。はい。8箱。ね。で、12パック。よいしょ。で、開封して、まあ、この形式で来たんで、開封して、向きね、右上から時計回りにボックスは開封していきますんで、うん、この位置だったんです。はい。ですので、一番初め、ここ、ね、右上です。ボックス1。で、ボックス2。ボックス3。ボックス4。で、2段目、5、6、7、8。で、いきます。じゃあ、ちょっと、よいしょ。はい、じゃあ、まずね。で、まあ、ちゃんとこうやってね。うん。だみんな、ちょっと、参加者の皆さんは、E パックっぽく、ね。はい。で、一番上のこのね、第一地層ですね。はい。これが交差になりますので。あとは店長は開けるだけですけど、まあ、ちょっと今日はかなり、何トン日の何トンっていうレベルなんで、ちょっと疲れてます。ですが、まあ、はい。ゆっくりやります。はい。こんな感じですね。ベースは届きましたらご確認ください。どうなってんですかね。最後の方。うん。これは RC だ。ああ、ホーソンくんか。うん。ルキーランダムなのね。これは？はい。なんかどれがレアなのかちょっとわかりませんけど、なんかこれもカタログにありましたよね。ちょっとオッズわかりませんけど。はい。ガビです。ね。これもいいですね。うん。ダウン、うん、って言っちゃいけないでしょうけど。はい。よいしょ。ね。綺麗なカードで。ね。はい。かっこいいですよね。うん。
LC ロンドンコーリング、あ、はい、とても綺麗な、まあインサートがねかなりこう綺麗になってますんで、はい、よいしょ、ちょっとワンボックス目はちょっとゆっくりやりますんで、でもゆっくりやってる時間もそんなにないので最後の方ですね多分ね、インサートね、はい、あ、これも懐かしい、なんかねありましたね、トップス以前こういうの、せっちゃんだ、ちょっとサッカーのデザインになってますけど、一応まあ何かしら出るから、じゃあこれでレギュラーを挟むような感じにすればいいのかな、じゃあ 9.5 か、ちょっと待ってくださいね、これもねやっとくとね明日からの発送がだいぶ楽なんで、2枚になったら10番かな、うん、よいしょ、10番かな、ちょっと待ってさね、うん、よいしょ、ね、何かしら多分出るでしょうから、こういう感じで、はい、お送りするような感じで、はい、お願いします、よいしょ、はい、で2層目はヘベレケさん、はい、まあ2パックずつで6なんで、でうちサインが3出てくるって考えると、まあサイン自体がよいしょ2分の1ぐらいなイメージですかね、なのでよいしょ2、3スポ行ってっていう感じの方が結構多いですよね、はい、なんか、まあ、間に入ってるな、空気、これなんだ、ゴラソクリロナ、はい、ちょっと皆さんおつばがある方は、はい、お調べいただけると、はい、箱1ぐらいどうでしょうね、いつもゴラソって出やすいですけど、やっぱデザインがだいぶこだわってますね、デザイナーさんがとてもいい仕事してます、はい、ワンダーキッズ、この辺もね、あ、下もある、プリズムがあった、はい、とても綺麗なインサートが多いですね、これはプリズムですね、プリズムリフラクター、あー、こうやって入ってる場合もあるんだ、で何かしら1個はローダーに入れておけばね、いいのかな、うん、また入ってた、はい、ムアニさん、ここにプリズムが入ってましたね、うーん、関係ないんだね、これは、はい、これもはい、インサートなんですけど、いっぱいありますね、これはパラレルなのか、あ、でもリフラクターとか表記がないですね、うん、ケルトメフラーだ、ね、ワンダーキッズ、うん、キャプツバ終わっちゃったな、ワールドユース園よいしょ、よいしょ、じゃあ後でこの辺も後でスリーブと入れて整理してって感じですね、で3番目ですね、そうですね、円安がだいぶ厳しいですね、よいしょ、アメリカだとほとんどソールドアウトなんですけどねやっぱそこがこうね、いやー日本頑張ってくださいっていう感じですけど、本当、お、これはあれかな、はい、ヤマルさんのルーキーも来てます、これもちょっと別にして、ここにサインがあるんだ、前にあるかな、せい、あ、前にもう一枚あった、はい、これサインだ、はい、
ルケバさんですね。これがブラックレザーなんちゃらってやつですかね。うん、これがジャンボ限定。ああ、いいですね。はい。ルキがいっぱい出る。また出たな。あ、結構出んのこれ。はい。あ、もう一枚あった。下に入ってんだね、インサートの下にも。これは X フラクターのピンクですかね。あ、ここにあるシリアル。99だ。目立たないね、白いとこにあるから。パッと見落としちゃう。はい。なるほど。で、もう一つ。間にあったね、3ね。はい。あ、これも出るのね。ラバだ。はい。これもシリアル前なんだね。225ですね。はい。ということで、31とシリアル1ですね。はい、これが1の3でした。ありがとうございます。ちょっとね、これ、立てちゃってるからね。チャット見えない。あ、ブラックレーザー。はい。そうですね。アーサーも、そうですね。うん。さっき言いましたけど。日本の、こう、円安が、今ちょっと円高に傾いてますけど、ね、自国通貨が安くなるっていうのは、ね、普通に見たら国力が低下してるっていうとこですけど、なかなか輸入品とかだとね、やっぱり厳しいですね。これはプリズム一つですね。ここに入ってるね。よいしょ。はい。パルサー、プリズム、うん、プリズムリフだよね。パルサーか。よいしょ。鎌田さんか。これ2枚目ですね。これも出るインサートなんですね。うん。これもプリズムリフですね。プリズムリフが結構あるんですね。で、これが、はい、次1の5ですね。よいしょ。はい。パープル RC だな。はい。RC の299ですね。レニー、ヨロさん、ディフェンスですね。これも、サインも表なんですね。ああ、これちっちゃいね。これ右上とか、RC マークあるか。はい。ね。よいしょ。あ、久保さん。あ、これ出るんだ、結構。で、ルーキーのインサートですね。あ、話題なの。おお。まあ、この分け方だと、まあね、二分の、まあ、スポットね、ワンスポットっていうか、まあ、二分の一スポット、あ、サイン来てる。そう、これを言おうと思ったんですよ。はい。ジンチェンコさんですね。はい。そう、ワンスポットで、まあ、サイン当たんない場合も、まあ、平均したら二分の一ですけど、サイン2枚当たる確率もあるんですよって今言おうとしたら出てきちゃった。はい。なので、よいしょ。はい。リフォートですね、ジンチェンコさん。ということで、1の5ですね。ドラさんはサイン2枚になりました。あ、この方もあれなんだ、今。ヨロ。
だから3、1枚確実に欲しいだったら、まあ、ホビー、あ、1の5。よいしょ。ホビーボックス買っちゃった方がっていう、あれですけど。よいしょ。で、これが1の6ですね。お、遠藤さん。なんかウェーブっぽいの。はい、シリアルですね。カスパードリーさんですかね。399とルーキーですね。はい、で最後ですね。はい、ケンちゃん。パルサー結構出るんですね、これね。下なんか連チャンしてるな。はい、これ3枚目だね。結構出んだ。トーマス・ミュラーさんだ。よいしょ。あ、ゴールドだ。はい、フューチャースターズのファーガソン、去年ルーキーだったっけ。なんかいたような気がしたな。で、レオさんの、はい、プリズムリーフ。よいしょ。これで一箱が終わりました。今、抽選から、まあ、15分ぐらいか。よいしょ。ありがとうございます。で、ちょっとスピード上げれば1時間ぐらいでできるかな。今日、よいしょ。4ケースもやりたいんで、よいしょ。ここに置くか。ちょっとこれ取っちゃうか。チャットが見えなくなっちゃうんですよ。はい。じゃあまずは一番上ね、ここに置く。ベロで。はい、2箱目はりょうちゃんさんですね。で、エムリポさん、ヘベレキさん、カラさん、ヘベレケさん、ハルさんってなります、はい、フェルナンデスですね。インサートとルーキーのプリズムリーフ、はい、ホルハさん、はい、ライスですね、プリズムリーフ。ホビーでもね、3万いくらで3、1って考えればね。ゴールドサインだ、せーの。はい、あ、ムサオくんだ。アメリカ代表でしたっけ。はい、ゴールドリフですね、オート。はい、よいしょ。あ、結構アホイルンドでしたっけ。あ、ヤマルのインサートが来ました。ここね、いい組み合わせですね。はい。これもちょっと箱2枚ぐらい。これ箱3枚ぐらいだっけ。ちょっといいね。ローダーちゃんと入れてきました。ん？あ、サイン来ちゃう。はい、ルーキーです。はい。チャカ。トラオレ一族新キャラのトラオレ、はい、199ですね、うん。それとインサートモドリッチ。あ、これ後ろはこのロンドンコーリングってロンドンの背景だけなんだね、うん。で、先ほど出てたインサート、ウルトラップ。
はい。じゃあ、2の2ですね。ムーリーポーさんサイン2になりました。はい。まあ、ちょいちょいね、よいしょ、サイン2枚のがあるかなとは。普通に12パック中のですからね。あり得るなと思ってたんで。はい、じゃあ、2の3ですね。うん、エンバペさんいました。はい。あ、ジダンさんの3何号でしたっけ？はい、99シリーですね。それともう1枚ルーキー。99シリーですね。で、こっちはプリズムリフ。うん、この辺にパルサーが普通にこうね入ってたりもするからインサートですね。はい、ね、これも箱で 2,3 枚ぐらい出てくる。それとシリアル225ですね。ナタンさん、それとホーソン、よいしょ。これが2の3で、いいのよ。うん。さあ、お、ベリンガムだ。はい。うん。で、後ろにパラレルとか入ってる場合あるけど、ないですね。結構だからインサートの入りはパターンがいくつもあるような感じですかね。はい、ロータロ君ですね。はい、2の4でした。ありがとうございます。で、2の5。お、やまる。はい。と、5ラストですね。5ラストさっきいっぱい出たけど、結構なんか関係ないですね。鎌田さんもいる。ジル。で、三笘さんだ。お、ロナウジーニョ。ね、このインサート。インサートめっちゃ入ってる。で、最後、パラレル。弟さん？ね、RC なんだ。おぉ、湯浦さん？おぉ、若い時めちゃくちゃ。あ、こんな感じだったんだ。若い時の写真見たことない。はい、コナーテさんと、よいしょ、パラレルですね。プリズム。よいしょ。ヤマルさんのルーキー出ました。これも300人打ちですんで、まあ数年前までね、100枚セットとかだったんですけど、150になって、で、300ですね。よいしょ。2の5。で、2の6。ね。2の6、春さん。はい。ジョナサン・デイビッドさんとパラレルですね。399。はい。
で最後これだ。どなただ。はい、あ、伊沢さんですね。ブラックレーザーオート来ました。2箱目のブラックレーザーオートは伊沢さんでした。うん、綺麗ですね。それとインサート坂さん、これカタログで使われてたやつか。あ、小林さん99シリですね。グリーンだ、いいですね、セルツカラーで。はい、シリアルも出てサインもブラックレーザーでしたね。はい、ありがとうございます。で、3箱目、はい、じゃあ3、あ、ちょっと動かしましょうか。はい、3の1から春さん引き続きですね。ブラック、あ、三笘さん、ブラックレーザーオートは真ん中あたりに次男さんの方が3何本。あやまるさん、よいしょ。デブルイネさんですね。はい、インサートネイマールさん、これ、あ、ネイマールさんだ。はい、うん、はい、ナディアさん、ナディールさん、どっちだろう、よいしょ。はい、で3の2、なお46さんですね。そうですね、一応やろうかなと思っています。よいしょ、デライト版ね。あ、サインだ。はい、あ、オーバーメアンさん、あれ今ここなの。はい、なんか雰囲気変わりましたね。おー、オリンピアだっけね。ウォメヤさんね。よいしょ、はい、こうですね。これがかっこいい、ギュレルでしたっけね、活躍してました。うん、ゴールドだ。お、サイン、せーの。はい、あ、エメリーさんはどうですか。去年結構ね、日本来た時も活躍してましたけど。うん。よいしょ。と、インサートですね。はい。こんな感じだね。ちょっとみんなインサートあったらっていう感じでね。はい、3の2、なおさん、2オートです。よいしょ、そうですね、うん、よいしょ、はい、次、まあ野球もちょっとやらないといけないので、まあ、野球の通販も、ちょっと9時にホームページ更新して、ちょっと多分開封中だと思うんですよね、まだね。今日4回やっちゃいたいんで。はい、坂さんの99と、エダーソン。はい、3。ファンダイク。ルーニーですね。はい、
あ、トラ君の199。で、サカさん、プリズムリーフ。これが3の3ですね。で、3の4。お、なんだこれ。はい。なんすかこれ。ちょっと違う。あ、レーザーかな。違うな。ロナウジーニョ、何これ、これ初めて出たよ。おお、かっこいいね。これなんてやつな、 BE 全然わかんないねなんだこれね、かっこいいね、めっちゃかっこいいです。リフになってます。はい、ここ3の4だね。タイタンさん、うん、めっちゃかっこいい。よいしょ。で、インサートですね。はい。MLB ジャンボ。そうですね。とりあえず、あの、ホビー、あ、漫画？漫画のやつも来たよ。去年あったよね。あ、ソボスライさん。いい選手だよね、ソボスライさん。はい。これ、ヒーローパラレルだっけ？ね、うん、はい、うん、ペピさん、うん、ですね。よいしょ。ちょっとレアパラがポンポンときたな感じなのかな、これ。ロナウジーニョさんも、そぼすらい、あ、いいよね。ちょっとどれね、あの、ブンデスリーが勉強しないとなと思って、3年前ぐらいからちょっとよく見てたんですけど、4年前ぐらいか。ベリンガム、ルーキーやん時ぐらいか。はい。ああ、やっぱなんかいい選手だなと思って。eBay 見たら、すっ。あんまり評価されてないんだな、カードは、と思って。はい、なんかあれはね、ロナウジーニョさんのインサートが出ました。ケースヒットなの？あ、そうなんだ。ロナウジーニョ。よかった。で、5。3の5だね。あ、あれはケースヒットなの。いくつもあるんだよね。いくつっていうか、2、3個あるんだっけ。あ、5ね。ここにこうやって、こういうインサートも入ってる場合もある。ハーラン。だんだん分かってきましたね。ちょっと今日中に4回やりたいんで少し早めます。アリチョウさん、インサート、パズさん、ウデゴル、はい、で、はい、一番下、6。やっぱあの店長のような素人ね、サッカー全然詳しくないですけど、が見てもこういい選手だなってね、やっぱ評価されてビッグクラブとかに移動しちゃいますよね。やっぱね、見てる方は見てるって感じでね。はい。これは299ですね。真ん中、あ、これなんだ。あ、ブラックレザーまた出てないっけ。しかもなんか色ついてるのこれ。どなただ。はい。リトン・マンレンさん。リバプールのレジェンドですね。はい。これはピンクのパラレルなんですかね。199のシリアルが入ってます。ブラックレザーにもパラレルあるんだ。ブラックレザーっていう、あれじゃないんだね。シリアルあるんだね。
はい、リトマネンさん、デブルイネさんとコナーテさんの150ですね、ルーキーです。はい、よいしょ。ここで3箱目まで終わりました。3箱目まで終わってちょっと30分経過してるので4だね。はい、4はミケさん、4の1ね。で、タケノコさん、ナコソウさん、サネさん、スズモクさん、エイティオさん。ベリンガム、エンバペソン戦ね、あたりはレギュラー何回か見たから。はい、ルーキーのプリズムリフですね。はい、ディアビーさんですね。うん、お、久保君で、インサートと、はい、プリズムリフですね。4の1。で、4の2。あ、サインだ。あ、上田さん？綾瀬さん？おお、書いてんだ。はい、299ですね。うん。ミニダイヤモンドパープルですかね。はい。じゃあ、レアなインサートは真ん中あたりに入ってんのかな、じゃあ。レバンドフ、ハラルドさんさん。どうなのかな？今んとこそんな感じっぽそうですね。サインだ。はい、アディンゲラさん、アディングラさんですかね。ルーキーじゃないんだ。おー、はい、よいしょ。とガビさんですね。はい、うん、このインサートも箱で 2,3 枚ぐらいは出てくるよね。はい、4の2ですね。タケノコさん、ありがとうございます。で、3、はい、3層目。ヤマールさん、300人うちにしてはヤマールさん出てるね。はい、でインサートとラバーがありますね。はい、ロサーノさん225、それとプリズムリフ。これもシリアルだ。はい、399とプリズムリフのマルティネリさんだ。チークさん、AC ミラン。
山根さんのルーキー出ました。箱十何枚の2箱1ぐらい出る目当てか。ケース4枚ぐらいしか山根さんベースルーキー出ないはずだけど、確率論上はまあ出てる方ですね。じゃあ4層目ですね。ルーキーもあるんですね。はい、モラタさん、アトレティコ。おう、これが4の4ですね。で、はい、5層目。あ、プリッチ。前で行きました。ティルマンさん、ティルマンさん、去年その前のルーキーでしたっけ。マルティネリさん、結構人数いますね。これゴラスさんもトリッピア君、ニンサート、ファーガソン、ゴンザレさん、パックによってもインサートがこうね、インサート2枚とリフ系が1枚出るパックと、インサート1枚でおしまいっていうパックもあるから、はい、4つ目の一番下ですね。だよね。はい。ここで折り返した。お、三笘さんですね。それと299のアセンシオさん。うん。いい写真使ってますね。はい。うん。ブラックレーザー。はい。どなただ。お、メンデスさんだ。はい、PSG の、彼ディフェンダーでしたっけ？でかくて強いディフェンダーでしたっけ？ね。いい写真あるじゃんね。はい。よいしょ。で、インサートと、これインサートのシリアルですね。ブルーだ。はい。ピレスさん。レジェンドだったっけ？ね。なんかでサインカードみたいな。150。はい、ブラックレーザーノートと、メンデスさん。ね。それとシリアルが出たような感じですね。シリアルが2枚ですね。これが4の6ですね。はい、ここで前半戦終了です。で、下の段。下の段の右上です。はい。はい、5の1からですね。はい。YU さん。
はい、マルティネリさんですね、プリズムリーフ。ポルトガル代表なんだ。それで PSG。 ポルトガルも強かったもんね。やっぱね、地域とか、まあ、限定はされてましたけど、コパもね、ユーロも、まあ、それもやっぱりいいですね、国際大会って。はい、でちょっと待ってください、4箱目までしかラベルを作ってなかったんで、ちょっとカチンコタイムなんで、ちょっと申し訳ないです。ちょっと200個分ぐらいはラベル出しておきたい。あと7。はい、メンデスさんなんてこの間ルーキーだった感じですよね。それでもう代表になってるんだもんね。すごいよね。はい、うん、ルーキー、はい、どなたでしょうか。はい、あのヨロさん、はい、リフォートですね。これ通常のオートが今回はないの？みんなリフォートからな、これ。ひょっとしたらこれもリフラクター表記とかってないもんね。そういえばと思って。通常の音はもうないんだね。で、ケンちゃんとギレルさん。うん。サイン2枚パターンがこうね、並列してきてるけど。おやまる！はい。199。はい、来ましたね。よいしょ。ワンスポでこれがいけるっていう。これは5の2ですんで。はい。回11さんですね。はい。うん。よいしょ。もうランダムチームとかでこう、ね。よいしょ。もう、なんかほとんど出ないようなチームに当たってもうね、なんかもう見なくてもいいやみたいな感じになったりするでしょ。それだったらまあこっちの形式の方がいいかなと思って、なるべく参加費を抑えて参加ねっていう、はい、感じで募集をしたので、今回はまあ何をやっても賛否両論言われるんで、はい、もう慣れっこです。はい、5の2で間違いございません。おめでとうございます。はい、できます。山丸さんもじゃあシリアル結構ちゃんとみんな同じぐらい書いてるってことなんですかね。これが299ですね。あ、カテラルレ、ラーレさんでしたっけ。よいしょ。あれもう4年前ぐらいでしたよね、ルーキーね。3年前ぐらい。レオさん。で、インサートと 75?75 なんだ。はい。で、ルーキーのプリズムリーフ。ヤマルさんも一気にこうね、その期待に応えたっていう感じでしたからね。うん、ドラフト形式は、あ、あれ？ 2 枚出たよ。
さっきロナージーヌのやつじゃないのこれ。ジャンボはちょっと優遇されてるとかあるのかな、どうなんでしょうね。あ、今度ロナウド。はい。来ましたね。これ5の4です。デュークさん。で、間違いないですね。はい。ロナウド来ました。これ、ケースヒットという感じらしいですけど。はい。せっちゃん。ドラフト形式はちょっと発送までがこうね、で、結構そのメールが来てなかったりとか、ちょいちょいあるんで、ずっとこう、こっちから連絡したりとか、電話したりとか、連絡取れなくて、リスト今送りますとかなって、これ、トラブル。そういうのが結構あるんですよ。はい。かなり苦労した。はい、感じです。あの頃は。まあちょっと時間ができればなんですよね。まあドラフト形式の場合はこれを開け終わった後に全部写真を撮影してアップして、お客様が確認いただいてメールをいただくという形式なので、この時間からもしスタートしたら店長を変えるのが日にち変わって1時か2時ぐらいですかね、ここを出るのがってなってしまうんですよね。はい、ゲルトミラーさん、コインサートがねポンポンと起きてパラレルも一緒に入ってるみたいな。バックとインサートが、ああ、光物か、とかインサートが1枚しかないやつとかも。はい、リバウドさんですね。30人ぐらいそうです。はい、ああ、そっか。レギュラーか。よいしょ。ハズさん。と、ジダンさん、サンナム。プリズムリーフ。これが5の5で5の6ですね。一応巻き戻して見れますんで、あのご確認いただければと思います。うん、ブラックレザーだ。はい、よいしょ。どなたでしょうか。お、ケンちゃん。はい。ケンちゃんの150シリーズですね。いいですね。はい。これ5の6で間違いないです。ジュールさん。ハリーのケンちゃん。ブラックレザーブルーですね。それとガビインサートとルーキー9、あ、399ですね。いや、でも、やらないと仕事、どん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 片付けていかないと、どん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 溜まっちゃうんで。よいしょ。レオさんと、ルーキーの199ですね、シリアル。もう一枚出ました。よいしそうなんですか？全然、ギャンブル性高いと思ってないですけどね。はあ、ちょっとか、ね。よいしょ。はい。で、5枠目まで終わりました。ちょっと待ってください。カード入れてみます。よいしょ。はい。30チームとかでやって半数以上が1枚ももらえないようなの方がギャンブル性高いなという店長は認識なので、はい、じゃあまず一番上、まあそういうね
意見とかもあるんだなっていうのは、はい、助かります。ありがとうございます。ドラフト形式はギャンブル性高いっていう意見もよく覚えておきます。はい、バカ横さんですね、うん、1年ぶり横横さん、はい、プリズムリーフ、ネイマールさんですね。それとカイ・ハバーツ、ハベルツ、はい、6の1ね。で、6の2。6の2。さっきのがケンドル・オーバーさんで、これが YU さん。あ、これはピンクシマ。はい。ビティーニャさん。ビティーニャで合ってんのかな。はい、すごいね。 V38 番かちょっとわかんないけど、はいね、横が背番号なのかちょっとわかりませんけどね。うん、かっこいいですね。うん、アメフトにね、昔ルートっていうルートのサインだけの謝るさんのインサートだけがいたんですけど、ルートいたな、懐かしいな。青リフだ。はい、でサイン来てますね。もう、はい、サイン2パターンはこうね、あんなしょうがないです。そこはトップスさんの、はい、適当封入がこう来てしまってるだけなんで、よいしょ。でキミヒとギレル、そうですね。まあケースで変わると思いますけどね。まあ近くのロットだったら同じような感じかもしれないですけどね。うん、はい。よいしょ。はい、サイン2ですね。6の2は YU さん。お、ベリンガム。かっこいいですね。マイヌーさんか。活躍してたよね、マイヌーさんね。はい。で、399、アントニオ・シューバさん。はい、それと、プリズムリーフ。あ、ヨロさん。青リフですね。シマの青リフ。150。で、マイリーのプリズムリフ。はい。ルキ系の光が良かったのかな。6の3。アルバレスですね。三笘さんで、デパイさんですね。アトレチコなんだ今。はい、で6の5、
はい、ムジアラッサンで、パルサーでいいのかな、うん、で久保くんで、インサートインサートパズさん、パズさんルーキーなんだな、うん、コンペティションの紙のやつにもあったもんね、パズさんいっぱいね。あ、ヤマルさん、ゴラッソプリッチャン、うん、はい、アセンシオさん、うん、風入景色が、はい、だんだん分かってきたんでちょっとこのままだと4ケース目いけなくなっちゃうんで、ちょっと早めます。ブラックレーザーですね。はい。よいしょ。はい。さっきはシリアルだったよね。はい。リトマネンさんですね。リバプール。はい。ちゃんとシリアルもね、150とか、その辺からサインもあるんですね。ジャンボ限定なんですけど。はい。トラオレくんだ。トラオレくん299。生産数はそれなりにあるのに、もうそこを完売してアメリカだとかなり上がってるよね。もう在庫ないとこがほとんどだ。ホイルンドさん99ですね。シーバーさん、すごいよね。だからね、あと X とかもこう、これ6の6ね。はい。カラさん、ブラックレザーを。まあ、超大企業ですから。コンサルティングとか、そういう関わってる方とか、やっぱいますからね。ソーシャルやってる人たちとか。メーカーのね。はい。7の1から7の6ですね。タケノコさんですね、まずね。高いとか買う買えないとか、そういうのって本当リアルに反映されちゃうと、なんだ日本は在庫余っちゃってんじゃんみたいな、買う人いないんじゃんとか、そう思われるとどん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 減らされちゃうんで、よいしょ。はい、プリズムリーフですね。そうどん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 他の国に行っちゃう、分配がね。あ、ヤマラさん。ヤマラさん結構出るね、なんか。300人打ちだよね。結構コンスタントに来るね。はい、サンチェスさん、ルーキーですね。ちょっと待って、またカチンコを出します。買わないってやっとかないとこう争奪戦になっちゃうなとか、まあ、そういう駆け引きもあるんでしょうけど、何も知らないコンサルとかは真に受けてレポート書いちゃうから、日本はね買わないみたいっすみたいなね。この間競馬会もありましたよ。競馬ね、あの競走馬レース終わった後に全自動馬洗い機っていう、馬暴れるでしょっていうレース終わった後に全自動馬洗い機に突っ込むっていう、そういう発想、骨折しまくっちゃうね。競馬なんも知らないってどういうの、ね、すごい発想だよね。それを上に上げるんですから。あ、金だ。はい。ルーキー。よいしょ。あ、はい。一段の、はい、ご子息の、金リーフですね。はい。ですね。金リーフを取りました。
馬は、はい、育成は少しですね。まあ若い時ですけどね。はい。はい、サイン来ちゃいますね、やっぱり。はい。おお、マウントさんだ。あれ、マウントさん、サイン、携帯変わった？はい。かっこいいですね。お、ベーリンガムかっこいいね。はい。よいしょ。馬券は買わないですけどね。見るのは好きです。はい、7の2ドラ3ですね。はい、サイン2枚。ありがとうございます。パドック引っ張ってましたよ。お、ヤマルの、はい、やっとシリアル来ましたね。やっぱ300人口だからなかなか出ない。うん、ここ7の3です。HS4 さん。だシングルの価格とも300人口っていうところを考慮して、かなりこう、上がっていくんじゃないかなっていう気はしますけどね。プリズムリフ。お、ルニ。と、あ、これもシリアルあんの？あ、これもあるんだ。あー、これかっこいいね。で、ね、エンバペさん。弟さん。よいしょ。あ、ヤマルのシリアル来ました。で、74。お、三笘さんインサートですね。ん、これなんだ？ひっくり返ってんの？あ、違う、表だ。あ、何これ？あれ？もうなんか書いてないの？これ。サラーさん。TF。これも初めて出ましたね。ちょっと出ない系かな。じゃあ。うん。ポップな感じでいいですね。うん。はい。これはリフラクター、いや、リフラクターだな。光ってますね。ほのかに。はい。まあ、ちょっと出ない系のインサートかなと思います。それと、坂さん。よいしょ。ジャンボの方ですか、ボックス。そんなね、入荷数が少なくてね、やっぱりジャンボは。真ん中にインサートと、こう、パラレルがあってっていう場合は、これ、インサートが3枚に、プリズムとパルサーリフが2枚か。だから5枚入ってる場合があるんだ。
真ん中光っててちょっとゴラスだと、うん、なんかちょっとあれだねレア系のやつがね、いいんだけどね。はい、はい、7の5ですね。ありがとうございました。ジャンボはそうですね、ちょっと、うん、余分、うん、ボックスがどうすかね。よいしょ。あ、ブラックレザーでまたピンクか。これワンワンは何色なんだろうな。あ、ミューラーさんですね。はい。モドリッチさんとネベスさんの99ですね。よいしょ。はい、ペドリさんの99も出ました。はい、ミューラーさん、バイエルだね。はい、ちょっと今のとこなので、はい、ちょっとわからない、うん、かなり少ないですよ、入ってきてる量も。はじめ、まあ、グループブレイクで、ね、ブレイカーデライトも全然うち分かんなかったので、入ってくるのかどうなのかも。こうかな。ね、こうだ。はい。なので、ジャンボでグループブレイク募集したんですよ。あ、ブレーカーねえのかと思ってはじめね。はい、インサートと逆さですね。エダーソンさん、やれば1時間以内で終わりそうですね。まあ今日はちょっと帰りは何時になってもいいんで。あ、サインだ。はい、エヴァン・ファーガソンさんですね。フューチャースタートのリフオート。ドクさんですね。ハラルドソン。グリーン、よいしょ。はい、ヤンさんですね。99シリアルですね。ヤンさんもパラレルは見てないな。マイリーペピさん、ヤマルさんですね、はい、ヤマルさんのインサートとサインが2枚ですね。はい、これが8の2。あ、動かしてなかった。はい、ミュンタさん。よいしょ。
はい、横さんの299ですね。うん、横さん今日何回か来てんな。で、山ルオートが1個は出てるって感じですよね。はい、パルサのルーキー。ん？ゴールドか？よいしょ。はい、ディバラの50シリアルですね。ゴールド。ゴールド以下がまだないね。で、腕ゴールさん。ゴールドは2回 ?3 回ぐらい出てるか。で、8-4。ヤマルさんだ。出るね。なんか、出てない選手いるのかな、いっぱい。久保さん。レオさん。三笘さん。で、デブルイネとライス、ギッテン。はい。はい。ですね。MLB もジャンボでやった方がサインの枚数多いから、ジャンボでやろうかなとは思ってます。お、ベイルだ。懐かしい。久しぶりに見た。デイビーズさん。ハーランドさん？おー。なんか結構お若い時の写真を使ってたり、ね、してますね。はい。ゴラス。これはここでおしまいですね。はい。リフとか入ってない。で、最後です。今、どんくらい？ 1 時間18分か。そうですね。うん、ブラックレーザー。よいしょ。はい。スピナッソラさんですかね。レオナルド・スピナ、ああ、ディフェンダーの方なんだ。はい。で、8箱開け、終わりますね。あと1箱。はい、ワンパックで。ホルムさん。遠藤さんいました。レバンドフとアセンシオの225ですね。はい、これで8箱開け終わりました。はい、1時間20分ぐらいかかってしまいました。発送は明日以降なんですけど、まあちょっと数日を見て、まあ今週末ぐらいを見ていただけると助かります。まあ順次発送はしますのでよろしくお願いします。はい、じゃああと残り3回あるんで、これで失礼させていただきます。個々の動画は全部今日ね、4回分終わってからアップしますので、巻き戻しで見ていただいた方が早いと思います。はい、ありがとうございました。